人生相談大人の時間地球はなぜ生まれたんですかじゃなくて人類はどうやって生まれたんですかから始める。入り口として入ってくれないやっぱそこ地球みたいな星は星というものはこんなちっちゃくないけど星というものは宇宙に入って捨てるほどいっぱいあるわけよ1個や2個や5個や6個じゃないわけよ もう何億個という星が宇宙には浮いとるわけ浮いとるわけ。引力もなく浮いとるわけよ。ね で、それの、あのー、今のところ人間としての人間が人類というふうに勝手に決めつけた生き物としての、お勝手に物を作ったり、勝手に物を壊したりする人類という分野のお実験となっているのが地球上の舞台であって、それと似たような実験を他の星でもやっとるんかしゃん、やってへんのかしゃんは、俺らには分からへんね絶対に分からへんなきゃ。ね。そうすると、お 地球上、地球がなぜ生まれたかは、もう、あの、もともとあったんやで、星は宇宙に。宇宙という存在というものの、その、謎に迫るとですね、宇宙はどこにあるんですかってと、宇宙はこの辺にあるのよ、ね、この辺に。わかる宇宙ってのは、そんじょそこらにいっぱいあるわけ、こう。そんじょそこらに。<laughs> 俺の言ってる意味分かりますか人間というものが1メートル60センチぐらいの生きる生き物であるっていうことの1メートル60センチっていう単位を作ったのは人間なんですよ。それは人間が勝手に地球という一個の丸い物質の物体の上に生きて生まれて知らんうちにあれおいら、おいら知らんうちに人間として生きとるかな って思っている状況下においてこれぐらいを1センチって決めようぜこれぐらいを10センチって決めようぜ10センチの10倍を1メートルって決めようぜって決めたのは人間なわけで我々が生きている中でね重力とかねその空気とか二酸化炭素とかそういういろんなものがありながら 1, 1メートル6 0ンチぐらいであるって思い込んでるのは人間だけなの。仮に仮にこうして人間が1メートル6 0ンチぐらいなんとなくで言って人間が1メートル6 0ンチぐらいだと思ってる人間は勝手に宇宙人ってのが来たらね 地球以外に生き物がいるとした仮定した場合に宇宙人って80センチぐらいじゃねって思っとるのは人間が勝手な生き物だから宇宙宇宙の宇宙人が80センチぐらいやと思い込んどるわけよでも分からんやんって話やんものの大きさというものがね勝手な人間の思い込みであって宇宙人っていうものがさひょっとしてやでひょっ そしたら、2メートルぐらいかもしれんやんか。勝手に人間が宇宙人いたの80センチぐらいやったらいいなと思っとるだけねそれぐらいちっちゃい方がいいなと思っとんのは人間のエゴなんで。本当は宇宙人は2メートル以上あるかもしれんわけよ。でも、それはものすごく今はひいきめに言ってるんだけど、仮に人間が 1, 1メートル6 0ンチぐらいの人間がここにおるとしたら宇宙のサイズっていうのはわからへんな測り知れんものがあるんだから宇宙人は2キロぐらいの生き物かもしれんやんか。宇宙人の身長は2キロぐらいあるかもしれんやんか。 それを想像してないうちは、宇宙人が、宇宙人がとか言ってる、テレビで言ってる人たちっていうのは想像力が小さすぎるの。ものすごく。科学的にも、精神的にも、物理的にも、宇宙学からしても、ものすごく考えの視野が狭い考え方なわけ。で、ここでもうすでに、顔があって、手があって、手があって、足があると思い込んどんのは、人間の勝手なエゴなんやって、これは。違うやん。 それは地球上に生まれて暮らしている人間にちょっと似せとくっていうのはっていうのは人間のエゴねんて宇宙人はねこっからここまでが地球の40倍 <laughs> こっからここまでは地球の40倍 高さは、高さは地球の8倍。それぐらいの大きさの宇宙人がいたって不思議じゃないわけじゃん。それはさ。地球よりも4000倍ぐらい大きい星がどっかにあるとして、その4000倍ぐらい大きい、その星の中では普通に生きてらっしゃる生命体として生きてる方たちが、地球より40倍の幅があって、 縦幅は意外と少なくて8倍ぐらいとかね。で、手足が2本ずつあればいいと思っとるのは地球人のエゴであって、足は8箇所にこういう風に足があるかもしれんし、顔がある、顔があるって考えとんのも、それも地球人のエゴなんやって。顔なんかあれへんかもしれんよ、だって。これが仮に地球やとしたら、他の 宇宙のどっかの生命体の物質は、えー、これが生き物かもしれんやんか。顔とか手とか足とかじゃなくって、これがその、他の星でいう生命体としてのお主人公としての存在が、こいつらが6億人ぐらいずついて、ね、こいつらが 建物作ったり、飯食ったり、食事したり、うんこしたり、いろいろしとるかもしれんわけ地球が地球の、地球上のことで宇宙を考えたときに、自分たちのサイズ感で物事を考えるっていうのは、科学的な考えからすると、すごく狭いわけっていうことは、すなわちだぞ。宇宙というよりも、宇宙人。まず、宇宙人のサイズから言っとくよ。 宇宙人のサイズは、僕たちの指の、指、これ指ね。僕たちの指。僕たちの指と、他の宇宙の、他の星の生命体のサイズ感というものを言うならば、他の生命体、これぐらいかもしれんやんか。センチとかメートルとか、そういうことじゃなくて、ミクロ以下かもしれんやんか。 他の生命体でしょそれは。勝手な地球上のものの大きさで物事を決めたらあかんやん。ってことはここにも宇宙人がおるかもしれないわけや今今ここにこの辺に。宇宙人がね何万光年というも,うものすごい技術と考え方でもって。 宇宙人というどっかの星にいたその宇宙人の方々は地球上の人類よりもとっくの昔にもうあの宇宙旅行もおろか時空を超えてまで時間という枠も地球上の枠な考え方なだけであって他の宇宙の人たちからすればもう瞬間移動とかそんなことは楽勝だと。だけどもだけどもあの彼らがポンとポンと この地球って星行ってみーよせいってポーンって瞬間移動して、ポッとこの辺に、この辺にポッって浮かんだとしても、ね、俺気づかへんし、俺は気づかへんし、こうやってやっても別にそいつらは死なへんし、俺らよりも高等な脳みそを持ってる人々やから、ここにポンと現れて、ね、彼らはここに、彼らの星でいう7時間ぐらいここに滞在しとったとする。 ほんで、俺の顔もだいぶ見て、ね、パソコンも見て、パソコンで俺が何を見てるかも奴らは見て、その上で7、7彼らで言う7時間ぐらいここにおったけど、あかんと、地球でかすぎたと、俺ら関係あれへんと、で、自分たちの星にテレポーテーションして戻っていくまでが、彼らにとっての7時間は俺らの1秒かもしれんわけ そうすると、物事の測り方ってものすごく見えてくるのよ。インターネット上での物事って、なんて言ったらいいのかな。多いとも言いませんし、少ないとも言いませんけど、インターネット上でね、ね、自分の意見だけは正しいみたいな物事を書く人がたまーにいるんだけど、それってちっちゃいっていう。今の地球の話で言うと、人間が160センチぐらいだから宇宙人は、 80センチぐらいだと思いますって言ってるのと一緒なんだよ。インターネット上で自分の意見だけが正しいって言い切ってる人って。でそうじゃない意見の人が来ると喧嘩越しになる人たちってのは、単に、単に物事の幅の見る幅というものが狭いねっていうだけの話なんだけどだいぶ答え近づいてきましたよ。カスタロさん、わかってますか人間は誰が作ったんでしょうか 宇宙人やって。それが今日の答え。やてって言った <laughs> やてたか。やっててたか。<laughs> 俺だけが正しいみたいな言い方をしたらダメです、えー。地球に人間を置いたのはアダムとイブというふうに言っとるけども、本当はアダムとイブを連れてきたのは宇宙人っていう考え方ができるんで、そうすると。そうじゃないと、物質というね、 存在枠の物物質とといいいうう人間生生きががポコンって生まれるわけがないと思う一応歴史的な地球上の概念で言えば地球というものが何万年も昔から地球という物体があって、えー、そこの物体から土と海とに分かれてその土と海と分かれた土の方に、えー、生き物が生まれてみたいなその時点で。 生き物が生まれては間違っとると思わんっていう概念としては。それは。なんでって話じゃん。絶対に説明つかないじゃん。人間が生まれるってことアダムとイブはどっから来たのって何万年もかかって、猿が人間に進化したと。ありえなくない <laughs> 科学的に考えても、あんまりお勉強してなくっても、えー、別にその歴史も知らなければ、物理も知らない、科学も知らない、何にも勉強してないとしても、僕たちが普通になんとなく想像してみ。猿が人間に進化する。ありえなくないだって、 猿が人間に進化したことがあるんだったら、今の猿も進化していかなおかしいやん。だからそれは、猿は、あの、猿が人間に進化したんですよっていうのは誰かの説なわけや、それは。結局。説。単なる説なわけで。それをノーも言えないし、イエスも言えないわけよ、本当は。小田和正さ,さんに聞いたって、 それはイエスかノーかわからへんことなわけ説っていうものはそうすると一番ある意味のある意味ではものすごく納得がいく説この猿が人間に進化したんですよって説よりももうちょっと信頼信用できる説は宇宙人が最初に人間を何人か置いたんやって地球にやっぱそれは最低 最低限の人間の知識の最低限の知識量と猿の最高知識量の差はものすごい差があるからめちゃめちゃな差があるからそこの間が地球上に残っとらんってことは猿が進化したっていうのは後から誰かが考えた説で一番人間と猿が似とったよねっていう説を大昔の誰かがこう説を唱えたわけよ。 で今今っていうか世の中っていうのは常に先に説を言ったらなんかなんか偉そうにかっこよく見えるからって昔の人は思っとったんやって昔から人はでその概念としては何ていうの仮想敵を作った方が楽だから人類人類は人類人類が喧嘩しない一番最良の方法は仮想敵を作ることなんって例えばの話だけども ここにジョニーって人がおってんねこここにジョニーって人がおったっでここに、えー、チャーっていう人がおってんチャーっていう人がほっとくと喧嘩しすぎるねんやこ,この2人ほっとくと喧嘩ばっかするからあかんあかんと2人じゃあかんとそこにルイズさんっていう人が来てんルイズさんっていう人がルイズさんってルイズさんってい人が 三人おると喧嘩しへんへねやってこの二人が仲いいときはこの二人仲いいんやって。この二人は仲いいときは仲いいんやって。で、この人の悪口はここでちょっとだけ言えばいいんやって。この人の悪口はこの二人がちょっとだけ言えばいいんやって。<laughs> そうするとこ、この二人も喧嘩しんようになるんやって。 これがロックトリオの一番いい,い,い方式なけロックトリオの。これは。これは。ここに、お父さんおれんお父さん。ね。お母さんおれん。お母さんお父さん言っとるけど、実は子供が生まれない夫婦なんだよ。この夫,夫婦は。残念ながら、昔に、子、えー、作りは一応多少頑張ったんやけども、 ね、どっちが理由でもなく、子供には恵まれなかったご夫婦がおる。ね。ほんで、そのまんま夫婦生活を何十年もやっていくと、最後の最後に、だん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 もうね、あのー、もう、喧嘩して離婚したくなってくるわけよ。離婚したくなってくるわけよ。あかんあかん言って、ここに、ペットを飼うわけですよ。ペット。ペットを考えて。ペットは、 もちろん人間の言葉わからへんから、ね。わからへんよ。ペットは人間の言葉なんか理解できへんねんけど、お母さんがお父さんに直してほしいことは、ペットに向かって言うんやって。もうあれやね、お父さん本当にね、おならばっかしてね。もう頼むでも、おならはトイレでしてくれればいいんやって。そうそう、プッ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 、どこでもかんでも、好き勝手におなら、 死んといてほしいわねえつってペットに言うと、なんとなくお父さんの左耳が聞いとって、お父さんもペットに喋るわけ。なぜだってな、なお母さんだってあれやねえかな、と。もうご近所のおばちゃんと喋り始めると井戸端会議で、あら、なんとかさんこんにちはって始まったらもうもう2時間ぐらい外で喋っとるもんで、 ちょっともうスーパーに行ったら行きっぱなしで、スーパー行ってスーパーから帰ってくるのは1時間で帰ってくるはずやのに、2時間も3時間も経って帰ってこうへんとで。ちょっと逆に、スーパーに行っただけなのに3時間帰ってこへんと心配になってくるわと。で、ちょな、どこ行っとったんやと思うと、近所の何々さんと会ったもんで、喋っとったいって。井戸端会議しとったんや。みたいなことを、ペットって を仲介することによって、喋ることによって、ここの離婚話は避けることができるわけよ。これ、まだあのペットが取り持っとる方ね。で仮想的というのは、あのこの人と、この人は別にあんまり仲良くもなんでもないんやけど、この人の悪口、二人で、二人でこの人の悪口を言っとくと、ね、この二人は仲良くなる。 っていうこれを「仮想的ってこれをお父さん」と「お母さん」これはまあまああのー、極端なこと言やペットじゃなくて子供でもおれば子供がいることによって一応夫婦生活というものを安定させるっていうバランスにはなっとるわけよねこういろんな意味では。で子供が生まれんとこはペットでもええしある種ペットじゃなくてもええんやころは。 tb でもいいわけ。tb.tb を仲介してお父さんとお母さんが喋るんやって。普段はお父さんとお母さんは普通にまともに喋り合うと喧嘩になってまうもんで、もうあかんと。でも、テレビ見てるうちは、おああついに朝岡瑠璃子さんが、ね、登場読むことになったなあとか言って。あそらあれやぞと。 まやさん、焼き餅焼くんじゃないの大丈夫なのまあなあ焼くかもしれんけどなぁ、つって。なんや、石坂浩二は葬式行かへんのかとか言ってお父さんが言うと、ね、ああ、葬式に行けないくらい辛いっていう考え方も、を、倉本さんが、このドラマに表してるんじゃないのおーい。 倉本聡さんは石坂浩二をなぜ葬式に行かせなかったのかっていうのは葬式に行きたくないくらい八草香さんのことの死がショックがでかすぎるっていうねそういう物事の考え方みたいなものはちょいちょいこう倉本さんは出してくるなほんで倉本さんは結構あれやな あの、仮想壁として、高倉健さんのことを、ちょっと、あの、なんや、死んでまったら死んでまった人のことをそんなに言うかっていうくらい、あの、高倉健さんを格好悪くしていくな。最近、どん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 。ヒデさんを使って。ヒ <laughs> デさんはヒデさんで、あれも結構情けない男で、男は人生に二言だけ喋りゃいいとか言っとる割には、どれ喋るしな。<laughs> うれべるしな <laughs> っていうってことは北と米が北と米が戦争をしんにするにはもう一個国が必要ないってことは実はこの難しい、ね、正直に言えば正直に言えば日本はもうここいえって今やべえな西日本は政治話したらあかんたほど、ね、先祖の方に言われとったのにやべな俺今やべえな <laughs> かちょっとここを書くわけにはいかなくなってきた今, <laughs> 今,今,今俺はあのー、北と米の真ん中を書くわけにいかなくなってきた、ね <laughs> はい、もう一回元に戻しますお父さんとお母さんはペットを仲介することによって言葉の使えない何かを仲介することによってお話ができるようになるわけよ それが仲良く,仲良くする、ね、仲良くする秘訣なわけ。これは。このペットは喋れへんわけ。ペットは喋ってないぞ。ニャーニャーとかワンワンとか、ニャーニャー、ニャーニャーワンワンは言っとないで。でも、お父さんとお母さんにはニャーニャーとワンワンは分からへんわけ。何喋っとるか分からへんわけ。じゃあ、ペットって何でしょうファティ s ズペットね。ァッティ s p ペット これは、一個のどっかに宇宙、宇宙上に、ね、空気とか二酸化炭素とか酸素とか水とか H2O とか一緒か。何かそういう具体的にええ感じの星が浮いとったんやと。それをどっかの宇宙のとんでもない遠くの向こうの方から、何億万光年か向こうの方から、ね、タイムワープすら、 習得した宇宙人がここに星が1個あるとこれを数万年前に見つけたわけで。数万年前に見つけたその宇宙人がここにアダムとイブっていうこれは仮の名前ね。そしてあの二人とは限らないけどね一応。一応一応世間的に言われてるけどもここに男と女を 置いててみたわけポポンポンつってねもちろんそれ以前にこの辺にはいろんな恐竜みたいな微生物やら恐竜みたいな微生物 <laughs> な海には海でいろんな生き物とか草花とかもいろいろ出来始めとった頃に。ねともすればリンゴの木が生え始めたくらいの時に男と女を一個ポンってここに置いてみたわけ。 だこの2人はこの2人で勝手になんか喋り始めて自分たちで、ね、見よう見まねの手振りを使って言葉を作り始めたのはアダムとイブなんって最初に言葉を作り始めたのはそれは後々,後々数万年後に1センチはこれぐらいって決めた人がいるかのようにこの2人が言葉を作り始めたわけ。だここにアダムとイブを 置いてきた宇宙人ですらもうこの地球上でだん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 この後に反映されていく人類という生き物が喋る言葉はここに連れてきた宇宙人にすらもうちょっと解読不可能な言葉を喋り始めてもあって宇宙人にとってはそういや何億万光年かしら向こうの方にの星に昔男と女二人置いてきたんやけどああ置いてきた置いてきたあれどうなってんや見に行ってみようぜつって 見に来たら、もうすでに知らん言葉が生まれてまって、勝手に喋ってるもんで、何喋ってる分からへんやきゃ、もう地球上の人たちが。あの人はもう、あいつは何喋ってる分からへんと、宇宙語で彼らは。ね。全然何喋ってる分からへんが、っていうのが、すなわち、地球上における、ペットなんやと。ペットが、ものすごい遠くの宇宙の星から、 皮膚ですよ。皮膚ですよ。男と女とペットと私。ね。T シャツとペットと男と女。酒と涙とペットと男と女。これはもうすでにペットが男と女を地球上に持ってきたやと考えることが自然なわけ。なんでやと思う数万年経ってしまった地球上で、今、人間が食べへんのは <生> <laughs> こ,のこの話大丈夫かな <laughs> 人間が部屋の中に入れて、ね、仲介して仲介して、それでも意思疎通ができるペットに値するのは犬と猫なんやって。犬と猫は、 マンションの中の一室の中で人間と一緒にあの物質的なサイズも大きさも大きさ的な物事とかも檻に入れなくっても、えー、人間と共存していきやすい最もたくさん飼われているペットは犬と猫すなわち人間を作ってうん、まいことに地球上で実験をさせて なおかつ自分たちのことを一応ね、国にもよるけども大切にしてくれる存在として地球上にアダムとイブを持ってきたのは犬と猫そっくりな宇宙人ってことです。 だから、まあ、ある種ね、ある種地球人っていうのは、ね、宇宙人のことを80センチぐらいやと勝手に思ってるやろ言葉通じへんやろっていう考えることが、その、無難っていうわけでもないけど、そういうふうに、説は、あの、言ったもん勝ちなことが結構、数百年後に <laughs>、定説になったりするし、 <laughs> だっておしなべてやぞ人によっては知らんぞ人によっては知らんけども人間が一番愛する生き物って犬と猫やろ結局結局あんまりおしなべてないがしろにしない,い,い人間と共存して毎日ご飯をあげたりうんこの世話をしたりね,ねなんや,やれ猫タワー買ってきたりチュール買ってきたりねあの病気になったら 動物病院連れてったり、そこまでいろんなことを海外しく何もかもやってあげる、る数の多さと、ね、数の多さと愛され具合の度合いとのことを言ったら絶対に根本的には犬と猫が一番多いのは彼らが本当は人間を作ったからなんだよ。そう考えると、 愛愛情情が湧湧くといいうか、大抵の人は愛情湧いてるわけじゃん。僕らは何で犬と猫が好きなのっていうともともと人間の祖先というか人間を地球上に連れてできたのは犬と猫って考える宇宙人という人間が勝手なレッテルと名前とサイズ感を勝手にサイズ感を決めたのは人間やけども 地球上に、えー、2つのアダムとイブを置いてった存在というものに最も近いのは犬と猫ね。はい、ね。はい。特 <laughs>、はい、ここに関東地方とかさ大都会っていう場所はさ公園に猫がい,い,いてね、えー、誰の公園でもない公園に猫がいる。とどっかのおばちゃんが餌を持ってきて夜な夜な餌をまく。 と近所のおじさんとかどっかのがあのが余計なことしやがってって言い出してくるやつがおる。でも地球上に犬と猫がいて歩ってっていいはずの地球上で勝手に土地に値段つけて勝手に土地に証明書を作って勝手に俺の土地あんたの土地っつって勝手に区分してきて犬と猫が生活しにくい場所をどん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 削ってるのは人間なんやで人間が犬と猫の 生きていく場所をどん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 勝手に取り上げとるのに陣地取りをしているのに、ね、その猫たちにこうを、えー、猫に餌をやるなみたいなことをよく言うなっていうことにいけばねいろんなことをやっていくとあんまり犬と猫を何がしろにするとそのうち本家本物の宇宙人に怒られるよ怒られるよ もともと犬ってのは子供産む時に56匹産むわけこうやって猫もやけど猫もカエルみたいになっもらった <laughs> 猫も出産する時って一時に56匹産むわけよでももともとそれは摂理というかね生き物の摂理としてあのー、大概数匹死んじゃうからなんだよねこう 残念ながら、全部は長生きしんねえて、体の弱さとか、一応地球上に合わんとか、空気が合わんとかね。いろんな問題、あと害虫がいるとか、他の、他のもっと強い動物にやられてしまうとか、食べ物をなくしてるのは人間なんやけども、ね。残念ながら、数匹しか生き残らんから5、五六匹産むんや。 それはなんでっていうと、他の星で生きていた頃の宇宙人であった頃の犬と猫も、他のそのもう一個の星の方で生活していく分には、産んでも産んでもなかなか育たへんかったわけよ。自分たちの子供が。で、食べ物をゲットする。生きていく。っていう中で、ね、あの、寒い、暑い。みたいな物事から、いろんなことで、 もうだんだん犬と猫のだけではやっていくのも難しいと。子孫が減っていく一方でなかなか育たへんっつって地球に来たわけやから。とその5匹6匹産んでも1匹しか生き残らへんっていうのは、まあ、ある種の動物の摂理でもあり結局近所のマンションの近所に公園があってそこに猫が8匹ぐらいおってもやっぱそれはどうしてもね 三四匹は死んでってもあわけよ、いつか。いつか死んでってもわけよ。ね。そういう価値観を、を考えて生き物として犬と猫が一番人間に近い存在だよねって考えたら、ちょっと人間は人知取りしすぎじゃないっていうとこから反省してけと。人間は 陣地取りのために戦争を行って武器を売るために戦争を起こすんやってそれはどんなカードを引いたらいいのかはよく考えなあかんよトランプだけに1時14分です一回ドリンクを取っておしっこをしてくるかな今度。 <laughs> ね、何を、何をドキドキすんの何を俺のおしっこが漏れんかどうかか。ね大丈夫やて。人間は、年取って老人に、老人になってって、老人として人類の地球上での役目を果たした順にボケていくんやて。わかる地球で、 役目を果たした順に人間はボケていくんやって。どこに向かってボケていくのって言うと、赤ちゃんに戻っていくんやって。赤ちゃんに戻っていくんやんて。人類にはどうしてボケというね、地方症でもいいんやけども、人類のボケはどうしてありますかそれはさっきのペットの話とか宇宙人の話に近いものがあるんやけども、 あかんって言ってるのはまだあの死に近づいてない人たちがあかん言ってるわけよ。ボケというものに関して。でも本人の幸せの究極な、まあ、周りにどこまで迷惑がかかるかとかうんぬんかんぬんじゃなくってペットだっておしっこ漏らしたら世話したるんやしうんこしたらね片したるんやし病気したら病,気病院連れてくんやで。 ってことでいけば、人類の募金は何のためにあるかって言ったら、死の恐怖から逃れるための一個の方法にしか過ぎないわけよ。ね、これはどんな図式っていうと、膀胱と放出の、膀胱と放出の対比と一緒なんやって、これは。 さあちょっと一旦一旦トイレです。2分休憩 <laughs> どうして人間はボケてしまうのかボケは何を意味するのかボケが意味することはこれは人間が赤ちゃんとして生まれてだん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 大人になっていくと成長していくと。 経験値を踏んで世の中の仕組みや動き方、そして働いて物を買って食べないと生きていけないということを知るわけですよ。人間は働いてお金を稼いで、えー、物を買って物を食べていくと。どうそ、今度その後に、もう、もう十分働いてお金はか、 お金を稼ぐことは何年もやりましたと。何年もやりましたっていう人からボケてってもいいっていう、こう、許可が出るわけ。許可が。許可が出てくるわけ。でもその、あのー、さっき俺が、あのー、冗談交じりに言ってきましたけど、中高生っていうのはまだ、あのー、社会に慣れてないから、温泉に来てもチ、チャパンチャパンチャパンして水し、水しぶきを、お湯しぶきやけど、お湯しぶきを立てながら温泉に入ってくると。 ほんで、たまに、あの、大人から怒られたりなんか、怒られたり、いろんな経験値を踏んで、先輩に、お前、もうちょっとちゃんと、ちゃんとゆっくりお湯に入れとか、怒られたりしながら、社会を知っていって、社会に適合するべく、生き方というのを見つけて、働いて、金稼いで、といで、だん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 老人という、新しいチケットをもらえ、もらえるように生きていくわけよ。と、チケットをもらい終わった人から順番に、 残念ながら、あの、ボケずに亡くなっちゃう人は、それはそれで結構死ぬというだ、人間誰しも最後は死んでしまうわけですよ。その死ぬという恐怖は、あの、味わってお亡くなりになる人と、死ぬという恐怖を味わわずに死んでいけるパターンもあるわけ。普通に生きて、 働いてお金を得てる人たちから見ると、ボケ老人ってのは大変だな。って、見えてしまいがちだけども。ガチですけども、これは実は、ある意味では、ペット化していくってことですよね。言ってみれば。手がかかるということからすれば。ね。玄関を開けとくと、勝手に出てってまうと。で、出てってまったら、もう帰ってくるかどうかわからへん。結構、 社会の、ね、働いてお金を稼いでる人たちの厄介になったり組織として、えー、地球を守っていこうとする警察とかのお世話になってまたボケ老人が自宅に帰ってきてあの,あのまあちょっとだけこうまあ見てないとねみたいなことを玄関開けないようにしないとねみたいなお小言も言われながらもそれでもこうその人の人間性を 主体にしなければいけないのか。もしくは、ペットのように、猫が勝手にうちの玄関から出てってまわんように、毎回鍵を閉めとかなあかんのか。っていう問題に今人間は悩まされてるわね。でもその、悩んぬる人間は、まだボケてない人なわけですよ。ね。で、ボケちゃった人は、ある意味では死の恐怖を味わうことなくペット化していく。でも、結局、いずれは、まあ、ああ、100年近く経つと、 体の節々の限界が来て、まあお亡くなりになる。それは、すなわち、どういうことって言うと、ペット化するってことは、すなわち、どういうことですか宇宙人化していくってことなっけ。そうですムーンさん、正解リンちゃん、正解さすが君たちはもうね、いいね。君たちは分かってるね。もう、もうそろそろ先生の手を先読みするようになったね。<laughs> そそろそろだん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 急いで喋らないともう視聴者の皆さんの方が俺より先行くようになってきたなあかんな <laughs> 結局ペット化するってことは宇宙人化していくってことであって人間はすべからくボケた人もボケなかった人も宇宙に帰っていくんやって星のどっか遠くの方に 消えていなくなるのは地球上からは消えていなくなるんやけどもでもそれは宇宙に帰ってく宇宙と書いてこれは空って読むんやってこれは空ってだから俺は空色のギターに憧れるんだな <laughs> えー、だからまああの ご近所で、えー、ボケ老人と呼ばれている地方省もしくはそのなかなかそういう言葉で本,本来はねもう呼んじゃいけないみたいな、あのー、風情というか風潮というかそういうものもありますけども「あのー、ああああああなりたくないね」ってまだ元気なうちは脳みそが働いてるうちは「ああはなりたくないな」ってちょっと思っちゃうかもしれないけどもそうじゃなくって。 大人が赤ちゃんを育てていく最初の0歳からね、5歳ぐらいまでは大変やわね、大変やわねっていうこともあるし、ペットにしてあげられることはたくさん人間は犬猫を飼っていくにあたっていろんなことをやってあげるのと、本当の,あの物質的な行動の範囲じゃなくて精神的な意味としては、あの結構同じような、あの、 精神性を持って接して大切に扱っていかないと自分たちもがそうもしそうなった時に社会がもっとひどく悪くなってたら俺たちはもっとひどい目に遭うんだからつまり働いて金を稼いでる人たちの段階が、えー、自分たちが老人になっていく時に今よりちょっとだけいいふうな社会になってるようにっていうふうにそれを目指して生きていくことこそが 人間が生きていく宇宙人に与えられた課題なわけですよ。うん、ってことですよ。<laughs> <laughs> もしもし、もしもし、勝太郎くん。もしもし、勝太郎くん。おや、電話口から、

「パンパンパヤンパ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 ンチ,ンチュンチュンジュンジ,ジュンジュン」「それは時間ですよ」のテーマだよ。